を元気にするために結成されたご当地アイドルコニカロードの右押し、左押し、次押しカノンです。粒あん、こしあん、入れ羽あんです。魅力あふれる横浜の情報をリポートするハマリポー。いよいよ私たちコニカロードの登場です。やったー。私たちも横浜の新しいスポットや美味しいグルメなど、横浜に行くのが初めての人にも行ってみたいな、食べてみたいなって思ってもらえるような情報をたくさんリポートしていきます。頑張りまーす。というわけで今日は JR 関内から徒歩5分の場所にあるドイツワイン&ダイニングアムラインさんの前に来ています。アムラインさんは今度の11月3日に開催される関内フード&ハイカロフェスタにも出店されるそうなので、要チェックのお店ですよ。そしてそしてここまではルート検索お出かけアプリマイルートを使ってきました。じゃーん。なになに、マイルートって初めてなんだけどさ、すごいのよこれ。なになに、なんか横浜でさ、ポッと来てさ、美味しいもの食べたいとかあるでしょ、うん、そういう時に位置検索で、ここから数メートルにこういうお店がありますとか、すごいね、情報をね、なんていうの、なんて言ったらいいですか、来たいなって思った時にすぐ場所教えてくれるんだ。そうそう、すぐ場所教えてくれるの。では早速お邪魔したいと思います。どうぞどうぞ。はい、こちらがアムラインさんの店内です。すごい隠れ家チックで、ちょっとレトロで可愛いですね。雰囲気あるな、雰囲気ある。店内はカウンターが5席、テーブルが10席でこじんまりした感じですね。うん、ちょっと落ち着いてていいね。女子会なんかしたいな。めっちゃいいね今日はアムラインさんとっておきのおすすめメニューをいただきたいと思います。楽しい、ね、お腹すいた、お腹すいた、ペコ腹ペコ。アムラインさんはドイツワインに合ったさまざまな料理を提供しているということで、今日はこちらを紹介させていただきます。すごい、早く食べたい、早く食べたい。いいですか、食べてでは私から早速いただきたいと思います。いただきます。これが黒ビールに、うん、黒ビールにカリブルスト、ハマポークのカリブルストです。何？すごくない？美味しそう。ソーセージ、ね、ソーセージだと思う。やっぱドイツだし。そうだね。じゃあ、わかんない。じゃあね、これがちょっと気になる。確かに、なんだろうね。え、緊張する、見て、手の持ち。いいかいい方。何？いただきます。え、飲んだの食レポを楽しみにしております。え、大丈夫これ。何が何が、いただきます。食べて。うん、うん、私が今まで食べてきたソーセージではない。どうか、うん、うん、ソーセージなのに、うん、身の感じがすごい。なんかいつも合ってるもの、いつもなんかスカスカだったそうなんだなって思い出せるの。まとまとだよ。もっと、もちもち、蜜とか違う、もつもつほんと、めっちゃ美味しい。え、食べたい、私も。美味しい。どうぞどうぞ。もうさ、なんか、え、わかる、させない、うん、なんか、あかりんですね今太田あかりさんの真似しました。なんか、うんうんうん、なんだろう、わかる、うん、食べ応えが統計入れっぽくない、うん、お肉っぽい、うん、なんでだろう、うん、身がね、ぎっちりしてる、ぎっちりしてる、でも、うん、分かった、うん、味もなんか、うん、ソーセージの味ではないよ。そうだね、さっぱりしてる、うん、ソースなのかな、これ。そうなんだよね、うん、これ気になるし、もしゃもしゃの方、もしゃもしゃの方って何、まあ、確かに何か分かんないじゃん、何だと思う、逆に切り干し大根私も思った、本当に申し訳ないんですけど、切り干し大根でしょ、うん、これは切り干し大根なんじゃないかと私も思います。はい、行ってみて、行ってみます、うん、
本当に。いただきます。酸っぱい。美味しいよ。ちょうどいいんじゃない。しつこくなくなってる。うん、さっぱり食べれる。ちょっとこっちも食べたい。ちょっとこれ持って。いいよ。美味しい。めちゃめちゃさっぱり。あー、なんか気になったやつだ。あ、おいしい。サワークラウトだって。聞いたことあるよね。ある、うん、でも結局何なんだろう。わかんない。結局何なのかわかんないけど、すんごい美味しい。野菜じゃない。豆乳。豆乳。あ、えちぎれた。ちぎれました。何言ってんの。いいから、お姉さんに報告した。お姉さんの技術でしょ。ってこれ、だって切ってないもん。切ってないね。見て、すごい。ほら、これ絶対口に入れたら溶けるやつだよ。やばいでしょ。じゃあちょっとソースをね、お、えらい。いいね。では、はい、なんでこれは。溶けた。まず溶けてない。どういうて、なんて言うんだろう。溶けて、まあ、何か身はしっかりしてるんだけど、もう多分煮込まれてるから、もう口だけホロホロホロ。それを溶けたって言うんじゃないの。そうなんだ。そしたらもう大変返して持ってかったんだけど。え、何が溶けただと思ってたんですか。え、なんかなくなるみたいな。え、でもホロホロって。溶けてましたね。え、美味しい。え、美味しい。え、なんかビール煮じゃん。ビールの味はする？ビールの、え、ビールの感じはしないな。じゃあ、ノンタンが切ったやつを。でももうさ、柔らかいもんね。うん、柔らかい。すごい柔らかい。ちゃんとつけて。いただきます。どうですか？どれ？今のもまたあかりさんのね。え、溶ける系じゃなくない？え、そうそう、溶ける系じゃなくない？なんか、ほんとに溶けるのなくない？え、嘘、私の舌は間違った？なんか、噛める。うん、噛める、噛める。ちゃんと噛める。ちゃんとお肉。うん。けど、なんていうの？いつも食べてお肉じゃなくない？わかる？いつも何食べてるの？うちらね、乾杯あるんですけど、我々同士でね。せーの、ポポポポリポリポリ乾杯！なんかいいんですか？ノンタンの時なかった？まず、じゃあテープから見ないと、ノンタンって回ってる。回ってる、これ。回して。さっきお姉さんめっちゃ綺麗に回ってる。回して、何して？回して、そして匂いがかかる。あー、合ってる。あ、いい匂い。いいね。てか、もう一回見て。怒った。怒った。あ、後ろの匂いだね、ちゃんと。後ろと。あ、本当？でもめっちゃ待って、もうさ、すごくない香り。ここにさ、置いてあっただけでもすごい香りするんだよね。いただきます。あ、こっちさっぱりしてる。すっきり。酸っぱいって感じ。酸っぱいって感じね。まあ、そんなにワイン飲まないからわかんないけど、初めて飲んだ。そんなの。え、嘘。本当に。もう、もう、もう、おめでとう。うん、それ今日が記念日。ワイン記念日だ。ワイン記念日。美味しかった。え、美味しかった。そうなんだ。ワイン飲んだことあるの。うん。一通りさ、一回行く前なんか。行かない。でも弱いんだもんね。そう、酒弱いから。でも美味しい。ちょっと目覚めたかも。でもなんかさ、ワインってさ、その料理にさ、合うとかさ、あるけどさ、どっちが、本当はどっちがどうなんだろうね。それぞれのさ、お料理によって。でもお肉はさ、赤とか言うよね。あ、そうなんだ。お魚の白とか。詳しい、あんちゃん。いや、全然知らない、全然知らない。今まで生きてきて、知識を得たってこと。何これ。メニューを見せていただくと、この他にも美味しそうなものがまだまだあるので、また来てみたいなと思いました。こちらのアブラインさんは、女性オーナーソムリエがドイツや横浜の文化とドイツワインの素晴らしさを広めるために、2016年3月、館内のアイアイ通り2丁目にオープンしたお店だそうです。本来は四季折々のドイツワインとお料理をリーズナブルに楽しめるお店ですので、またゆっくりとワインが楽しめる時期が来ましたら、
か伺わせていただきたいなと思います。ハマリポでは横浜の素敵なスポットやグルメをこんな感じで紹介していきます。今回と次回のハマリポでは館内フード&ハイカラフェスタに出店のお店に伺います。11月3日のイベント当日も私たちがレポートしますので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。そしてルート検索お出かけアプリ My ルートではこの動画に加えて目的地の設定や旅のスケジューリングもできますので、ぜひご利用ください。これからも横浜